善意や好意は選ばずに受け取る。豊かな人とは、与えるだけでなく受け取ることもできる人。善意や好意をすべて受け入れる人を菩薩と言います。それは特別なことではなく、菩薩は私たちの心の中にもいるのです。善意と好意を受け入れるのは簡単そうに見えますが、大事なことは選ばないということです。選ばずに善意と好意はすべていただくということ。面白いことに、すべてを受け入れている自分は結局何もしていないし、人の好意に甘えているだけなのです。でもそういう自分を嫌いにはなりません。それどころか、そんな素直な自分を一層好きになります。恋愛や結婚においても、自分のことが好きであることはとても大切です。若い頃から虚無的な考え方が染みついていると、なかなかすぐにはできないものですが、人の善意や好意を受け入れていくと、気がついたら多くの問題は解決してしまうのです。人の善意や好意を選別をせず、拒否もしないで全部受け入れていくと、全く違う人生が待っています。私の周りにも、食事の後に間髪入れずに、ありがとうございます、ごちそうさまでした、とっても気持ちよく受け入れてくださる菩薩さんたちがいますが、そういうところに人間的な豊かさを感じます。豊かな人とは、与えるだけでなく心を広げて受け取ることもできる人なのです。